スケートボードパーク男子は、笹岡女子は13歳の草木が優勝。2021年12月12日、スケートボードの日本選手権は12日、パークの決勝が行われ、男子では22歳の笹岡健介選手が、女子では13歳の草木ひなの選手が、それぞれ優勝しました。 茨城県笠間市で行われたスケートボードの日本選手権は最終日の12日、すり鉢状のコースを滑るパークの男女の決勝が行われました。パークの決勝は8人で行われ45秒間滑って技の難度やスピード感などが採点され3回のうちの最も高い得点で競われます。 女子の決勝では、準決勝をトップで通過した地元、茨城県出身の13歳、草木選手が1回目、持ち味のスピードを生かした滑りで、ジャンプしながら1回転半する大技、540を成功させ、48.67をマークし、初優勝を果たしました。 また、男子の決勝では2018年のジャカルタアジア大会で金メダルを獲得した22歳の笹岡選手が2回目で540やジャンプしながらボードを回転させて空中で掴むヒールフリップインディーグラブといった大技を決め70.73で2大会ぶり2回目の優勝を果たしました。 笹岡健介、世界大会で力発揮したい。男子パークで優勝した岐阜市出身の22歳、笹岡健介選手は東京オリンピックの出場を逃してしまい、悔しい思いをしたが、この2年間、選考大会に出る中で、スキルも気持ちもレベルアップできたと話していました。笹岡選手は、 今年9月からアメリカでも練習を行っているということで技の成功率が上がったと思う。パリオリンピックまでは3年あるが短いと思うので1年1年を大事にして世界大会で力を発揮していきたいと話していました。草木ひなのオリンピックまでに実力つけたい。 女子パークで優勝した13歳の草木ひなの選手は茨城県つくば市出身の中学1年生で母親の影響で小学3年生の時にスケートボードを始めたということです。草木選手はずっと練習してきた540を大会で初めて成功できたので嬉しかった。 スピードが強みなので、それを活かしていきたい。世界のレベルは次元が違うので、パリオリンピックまでに実力をつけたいと話していました。